The native Terrans are the highly intellectual people who have inhabited on the Earth together with human beings, or most possibly who have inhabited on the Earth for much longer time than humans. The term Terran actually means of or pertaining to the planet Earth in science fiction writing from Latin Terra. Also, it is used as a noun meaning inhabitant of the Earth. Then we would like to ask ourselves if they are NT, or the native Terrans, or ET, or the extraterrestrials in each case when we examine aliens and their mystery. NT、 つまりネイティブテランという言葉はもともとは SF 小説の中で使われていた言葉です。惑星の地球に付属しているという意味です。それが転じて地球に住む人という意味で広く使われるようになりました。私林博士は ET、 つまり外惑星人と区別し、地球在住型知的生命体と訳しました。で、これからはエイリアンの謎を考えるときは、それらのエイリアンが NT、 つまりネイティブテラン、つまり NT なのか、それとも外惑星人、つまり ET なのか、区別して考える必要があると考えています。エイリアンといってもどう考えても地球に住んでいるとしか考えられないエイリアンもいるからです。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から説明します。私は目に着目してみました。エイリアンの目にはいろいろな目があります。左から黒目、そして縦線一本、そして吊り上がった目です。黒目というと驚かれる人も多いかと思いますけども、これはラファエロの描いた絵です。ジプシーの少女たちの目を見てください。踊っています。そして周りの人たちは皆驚いています。この目が黒目ということになります。他にも何人か黒目の子供たちが描かれています。次にレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版を見てください。向かって左側にいるイエスと言われている子供の目に注意してください。やはり黒目で描かれているように見えます。はっきりとは分かりませんが、私は黒目と判断しました。他にも中世の画家たちはいろいろな絵の中で黒目の人物を描いています。次に縦目ですけども、これはシスティーナ礼拝堂の天井画に描かれている絵です。ミケランジェロなる画家が描いたとされています。この向かって右側のこの人物の目に注意してください。この人物の目は縦線一本だけです。つまりこのような形で1500年後のイエスはこれらの人々が少なくとも人間ではないということを表現しました。他にもこんな例があります。この子供の目もどうやら縦線一本のようです。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチ自身も解剖図の中で大変奇妙な絵をたくさん残していますが、その中の一人、この人物の目もどうやら縦線一本のようです。少し遠くから見ると縦線一本に見えます。少なくとも人間の目ではないように見えます。次に
釣り上がった目ということになります。これはイシュタール像です。仮面をお面をかぶっています。目の中に目があり、その目の中の目は釣り上がっているのがわかります。注意深くご覧ください。目の中に目があります。マスクだけのイシュタール像も見つかっています。ともかくも目が釣り上がっているのがわかります。そして法隆寺にある侍像の目もやはり釣り上がっています。まあ、同じ目ということになるのではないでしょうか。そして皆さんご存知の縄文ヴィーナスの目も、そして数々の土偶の目も皆同じように釣り上がっています。同じ神を表現したものと私林博士は判断しています。で、今までは、こうした人物、神々をですね、ひとまとめにしてエイリアンというふうに判断していましたが、どうもそれは正しくないようです。右にありますのが法隆寺の侍像です。足に注意してください。つまり右の、この神はですね、地球定住型知的生命体ということになります。そしてもう一枚、左のレリーフを見てください。足が普通ではありません。歩行補助装置を身につけています。なぜ歩行補助装置かということを考えていきますと、左のこの人物は外惑星知的生命体、つまり ET ということになるわけです。繰り返しますが、右が NT、 つまり地球定住型知的生命体、そして左が ET、 つまり外惑星知的生命体、地球の外から地球へやってきた生命体ということになります。こうした判断を念頭に置きながら、続く動画をもう一度ご覧になってください。 ET なのか、それとも NT なのか、そういう目で見るとまた新しい発見ができるのではないかと私は考えています。 Bye for now。Today's story is about the genealogy of gods. Who are they and where do they come from? Very often, the smallest fact would lead us to solve the biggest mystery to get us out of the labyrinth of ancient history. Here is one example, that is to say that it is an eye.You see a symbolic eye of Ra, the supreme god in Egyptian mythology, together with an eye printed in the reverse side of $1 note of USA currency. In both cases, it is one eye and it is a right eye of God. Why is it only one right eye?Is it the symbol of God? Or is it the eye of the same God? Here is my answer to this mystery. 時として小さなヒントが大きな謎を解く鍵となることがあります。その一つの例を今日は皆さんにご覧いただきます。テーマは神々の系図。つまり神々というのは誰のことなのか、その神々はどこから来たのか。きっかけはイタリア在住の友人からのコメントでした。ローマ在住の研究家のニコ・ゲラルディさんという方です。彼はこう書いてきました。エジプトの最高神ラーのシンボルは右目であると。で、私は調べてみました。確かに右目です。続いて彼は、
イルミナティで使っている目は左目である、つまり盲目の方の目であると。その友人が言わんとしていたことは、盲目の目の方、つまり左目を使っているフリーメイソンやイルミナティは間違っているということでした。が、調べてみるとフリーメイソンやイルミナティの方では左目を使うこともありますが、多くは右目でした。少し分かりにくい例としては、アメリカの1ドル札の裏に書かれている目です。私はそれが右目なのか左目なのか当初大変迷いました。で、目頭と目尻が微妙に異なっていることから、1ドル札の裏に表現されている目は右目であると判断しました。が、なぜ右目なのか、左目であってはいけないのか。友人の説明によれば、左目は盲目の目であるというのです。で、このことで真っ先に結びついたのが、アンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるあのイエスの洗礼の絵です。その絵の中では、イエスと言われる人物の上に1羽の鳥が描かれています。その鳥には片目しかなく、他方の左目は表現されていません。つまり片方はブラインド、盲目ということになります。なぜベロッキオとダ・ヴィンチはこんな鳥を描いたのでしょうか。そしてどうしてそのコンセプトがラーの目と一致しているのでしょうか。簡単に言えば、エジプトの最高神であるラーも片目であった。ベロキオとダ・ヴィンチが描いた鳥も片目であった。片目は神のシンボルであったと。仮に100歩譲っても片目だけというのは奇妙ですね。ラーの目も片目、フリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークも片目、そしてベロキオとダ・ヴィンチの描いた鳥も片目、しかもそれも右目だけ。これはただ単なる偶然なのでしょうか。というようなことは考えられません。偶然とはとても言えません。そこでさらに調べてみると、私たちがダ・ヴィンチと呼んでいるその人物も実は片目であったことが分かりました。もっと正確には、1500年後のルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストも片目であったということです。それについてはもう少し後で説明しますが、となると私たちが神と呼んでいるその人は片目であったということになります。少なくともエジプトのラーもイエス・キリストも片目であった。さらにゼカリア・シッチンの説に従えば、ラーイコールマルドックですから、マルドックも片目であったということになります。さらに言えば、ラー、つまりマルドックが片目なら、アフラーマズダ、アラーフも片目であったということになってしまいます。わかりやすく言えば、神々の世界がその片目でつながってしまうということです。もっとも、ここで片目といっても身体的な特徴の一つとして片目であったというよりも、何かもっと別の意味で片目であったということになるのかもしれません。右目は例えば賢者の目、左目は愚者の目と。が、それはともかくも、そこにある事実は事実、そこにある事実だけを確認しながら、この動画の中ではその片目について考えてみますが、その片目には何やら重要な意味が隠されていることだけは確かなようです。で、今日の動画をご覧いただきますが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの描いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている鳥には片目しかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に
光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうかが、私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると、偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林博氏は考えます。さらに言えば、こうした事実、つまり固めの神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林博氏は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそが、あの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、つまりは物的証拠ということになります。順にそれをこの動画の中で説明していきます。ヒロシ・ハヤシ、ハママシティ、ジャパン。もう一度画面を見ながら説明します。ギリシャ彫刻のプロメテウス像です。私が知る限りプロメテウス像は2体しかありません。そのうちの1体ですけども、足に鎖が巻かれている点に注意してください。プロメテウスは神の意志に反して人間を改造しました。その罪に問われて、プロメテウスは足に鎖を巻かれ野に放たれます。プロメテウスは毎日鳥に体をついばまれるという刑を受けます。その様子を表したのがこの像ということになります。言うまでもなく、プロメテウスというのは延期、エアを表しています。プロメテウスは人間側から見れば、人間に知恵と、そして自由を与えてくれた英雄ということになります。そのプロメテウスを象徴的に表現したのがハドソン湾に立つ自由の像ということになります。自由の像はプロメテウスを題材に、その息子のディオニソースのギリシャ彫刻を元にして作られたものと私林博氏は判断しています。自由の像の足元に注意してください。自由の像の足にはこのように鎖が巻かれています。その理由は皆さんもうお分かりですね。そのプロメテウスの息子、つまり延期エアーの息子がマルドゥックということになります。これはバビロニアに残るバウンダリーストーンですけども、頂点にイナンナ・イシュターが立ち、その下に延期エアーがいます。3段目に左マルドゥックが位置します。同じ図柄で描かれている点に注意してください。上が延期エアー、すなわちプロメテウス、下がマルドゥック、すなわちミトラ、アポロということになります。なお、ミトライコールアポロ説については別のところで証明しました。延期エアーからマルドゥックには正当に王位が継承されたと言われていますが、どうもそうではないようです。左のミトラ像をご覧ください。この像の中ではミトラがお牛にまたがり、お牛の首に短剣を突き刺しています。短剣です。このギリシャ彫刻を見る限り、ミトラは延期
エアを倒して王座に就いたということになります。ギリシャ彫刻というのはそれまでの神々の歴史を彫刻という形で表した、言うなれば 3D の立体歴史書ということになります。 by 林博士説です。それはともかくも、お牛は延期エアをシンボリックに表現する象徴的な動物ということになります。そしてそのお牛をミトラが探検で突き刺している、ミトライコールマルドゥック説 by 林博士です。ここでミトラ像と、そして先に紹介しましたプロメテウス像を並べてみると大変興味深いことがわかります。左下はオリオン座です。私林博士はプロメテウス像はオリオン座の配置に真似て作られた像であると判断しています。左下がオリオン座です。上下を比べてみてください。プロメテウスの像とそしてオリオン座の並び方がよく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりオリオン座の星の並び方を真似てプロメテウス像が作られたというわけです。同じようにその隣のお牛座を見てみます。右下がお牛座です。角度を変えてみます。同じようにミトラ像とお牛座の星の並び方を比べてみてください。お牛座の星の並び方とミトラのポーズが同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりミトラ像はお牛座の星の並び方を真似て作られた像ということになります。そして今も言いましたようにオリオン座とお牛座は隣り合わせに並んでいます。左下がオリオン座です。右上がお牛座です。なおオリオン座とお牛座の関係はゾーディアク、つまり十二球図の上でも説明ができます。この十二球図を見てください。この図の11時から12時の位置のところにオリオン座、12時から1時のところにお牛座が位置します。つまりオリオン座の次にお牛座と並んでいるわけです。つまり12球図の上においてもですね、オリオン座の次がお牛座、言い換えるとプロメテウスの次がミトラということになります。延期エアイコールプロメテウス、そしてマルドゥックイコールミトラということになります。そのマルドゥックはペルシャの主神でした。マルドゥックイコールラーということになります。 by ゼカリア・シチンです。ラーというのは神一般を意味します。そのラーがアフラーマズダ、最も賢い神となります。アフラー、神ですね。そしてアラーフ、つまり最も偉大な神、アラーフアクバルとなるわけです。みなラーという音がある点に注意してください。つまりマルドゥクこそがペルシャの神であったということになります。ラー、アフラー、そしてアラーフです。そのラーはエジプトの最高神ということになります。左下はラーの右目と言われています。そしてそのコンセプトは現在のアメリカへと引き継がれています。右下は1ドル札の裏に
刷り込まれている、まさしく神の目ということになります。フリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのシンボルマークともなっています。このマークもイルミナティもしくはフリーメイソンのシンボルマークとしても使われています。ラーの目と、そしてイルミナティの目を比較してみてください。右目か左目か、ここが一つのポイントとなりますが、共に右目である点に注意してください。左がイルミナティのシンボルマーク、そしてこんな絵も描かれていました。右は鳥の絵ですけども、向かって左側、右目はありますが左目は描かれていません。そしてその鳥を中心に光線が四方に伸びています。同じコンセプトです。この絵はベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。つまりこの時点でベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチは、私が今説明したようなことをすでに500年前にルネサンスの時代に知っていたということになります。言い換えると、左の目はイエス・キリスト自身の目ということにもなりますが、同時にマルドックの目、ラーの目ということにもなります。となると、ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチはなぜこんな絵を描いたかということになります。その謎を解く鍵は、実はダ・ヴィンチ自身の自画像の中にありました。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像とされています。この絵を注意深く見てください。この自画像の向かって右側、つまりこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の左目に注意してください。暗くてよく見えませんが、拡大し明るくしてみますと、まあ普通でない目が見えてきます。向かって左側の右目には問題はないようですけども、向かって右側の左目は普通ではないようです。つまりこの目ではものを見ることができなかったものと、私林浩司は判断しています。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像に表現されている人物の右目はともかくも、左目はまあ普通ではなかった、つまり半分盲目であったと考えられます。そのコンセプトがベロッキオとダ・ヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の中に描かれている鳥へとつながっていきます。この鳥もやはり向かって右側の左目が何やら普通でないように見えます。そしてそれがフリーメイソンの、あるいはイルミナティのシンボルマークへとつながり、そしてラー、つまりマルドックの目とつながっていきます。結論ということになりますが、これら4社の目はまさしく神の目ということになります。言い換えると、ルネサンスの時代に現れたあのレオナルド・ダ・ヴィンチは人間ではなく、まさしく神であったということになります。もう一度最初に話した部分を繰り返します。今動画をご覧いただきましたが、先に言ったベロッキオとダ・ヴィンチの描いた鳥に注意してください。イエスの洗礼の中に描かれている鳥には片目しかありません。これは先に説明した通りですが、その鳥から四方に
光線が伸びているのがわかります。この図柄のコンセプトは現在のフリーメイソン、そしてその上位団体であるイルミナティのシンボルマークのコンセプトとも一致します。これもやはり偶然なのでしょうか、が私にはどうしても偶然には思えないのです。言い換えると偶然ではなく意図的に同じコンセプトが使われたと私林浩司は考えます。さらに言えばこうした事実、つまり固めの神を知っていた人たちがイエスの洗礼の絵を描き、同じ人たちがフリーメイソン、そしてイルミナティとつながっていると私林浩司は考えています。回りくどい言い方はやめます。肖像画で表現されているダ・ヴィンチこそがまさに1500年後のイエスであったということです。つまりダ・ヴィンチの肖像画こそがあの肖像画に描かれた人物がイエス・キリストであったという、これが物的証拠ということになります。以上です。 Bye for now。Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is,blind. In the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is blind. The right that one similar to the eye of the falcon or the phoenix. あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目でオシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命は、セスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由で、ホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、
そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるようにカルツージュ、中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹はアポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるように、エジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博氏が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広志林、浜祭りジャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだそんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容は
ともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ・ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に1羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることを、このような形でベロッキオとダ・ヴィンチは示しました。そのコンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。が、なぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソン、あるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now.